九州新幹線の全線開業から今日で5年です。熊本駅では記念のイベントが開かれました。出発。熊本駅では5周年を祝うためくまモンが駆けつけ、新幹線の出発式が行われました。駅の構内には巨大なくまモンが登場し、子どもたちが記念写真を撮るなどして楽しんでいました。この巨大くまモンは9月30日まで展示されます。熊本駅での記念イベントは明日までです。さて、九州新幹線の全線開業から今日で5年です。県内の各駅でもイベントが開かれています。JR 熊本駅ではくまモンによる新幹線の出発式が行われたほか、改札口内に高さおよそ 1.7 メートル、横3メートルの巨大なくまモンのオブジェが登場しました。 JR 九州によると、今年度の九州新幹線の1日あたりの乗客数は熊本博多間は 27,200 人で、全線開業前の特急などの利用者数と比べると 1.5 倍以上増加しているということです。 JR 熊本駅でのイベントは明日まで実施されています。